様でした。月曜日お疲れ様でした。こんばんは、バンヤチー。なんとか6限耐えました。まだ慣れない体が まだ全然慣れないから、ほんまに長いですね、一日授業聞くの。でも今日も楽しかったです。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。ピカピカ学校おつありがとうございます。ただいまです。楽しかったです。学校お疲れ様ありがとうございます。学校楽しい？楽しい。ワイも仕事無理 お仕事お疲れ様です。ピカピカありがとうございます音がすると思ったらママもおやつを出していた。今日学校の後ママと買い物行ったんです。それこそ新しい学年になって授業が変わるとノートがいるじゃないですか。いるんですけど、ノートだったりファイルとか新しく買い足さなきゃいけなくって、買い足しに行ってたら、なんかめっちゃ気づいたら100均が楽しくて楽しくて、まあ、行った100均がすごい大きい100均で、100均っぽい道具以外にも食品だったりなんやかんや売ってて、なんかちょっとテンション上がって買いすぎちゃったんですよね今日 そう、テンション上がって買いすぎちゃって、なんか久しぶりに100均来た人みたいなぐらい爆買いしちゃったんですけど、わかる？まあ久しぶりに100均ママと来たからなのもあると思うけど、爆買いしちゃった。なんかわかんないけど、ミトンとか買っちゃった 嬉しいけどね、あれ欲しかったから、ミトン。そう、キャンパス買ったよ、キャンパス。そう、いろんなもん買っちゃうんだよね。そう、100均なのに支払い大きくなっちゃうんだよね、ついつい。最近の100均すごくて。そう、それこそお菓子とかさ、お菓子とか食品が結構いっぱい売ってあって、これこれ買っちゃった めっちゃ可愛くない？ミトンないんですよ、うち。実はよくオーブンで料理配信してるんですけど、バレンタインもホワイトデーも作った、オーブン使って作ったけど、ミトン持ってないから頑張って暑さに耐えてたんです、ずっいただと。いてません。多分持ってあます。と付箋ね、付箋大事、めっちゃ。あとこれ温野菜とかサラダ最近お弁当に入れるから、その時にドレッシング入れるのにちょうどいいと思って買った。あとノートとか缶詰とかついつい買いすぎちゃいました。楽しかったけど。だるまありがとうございます。そう、テンション上がってね。こんばんよっちー。 A3 使ってた？でかー。あと駄菓子も売ってて、その100均が。そうそう、駄菓子も売ってて、なんかわかんないけど宮古昆布とか買っちゃって ちょっと私にはあんまり合わない感じなんだけど。あとなんだっけ、バンパン焼き、ボントンボトン焼き。ン、トントン焼き、駄菓子も売ってて、つい買っちゃったっていう。ダイエット中だけど。バラありがとうございます。インコ、そうそう、うちにもある？わあ、おそろおそろ、かわいいね。赤星インコかわいくない？見たんは見たん パペットパペット それはてんちゃん だるまありがとうございます。ピカピカ、こんばんは。マスキングテープ買っちゃう。そうなんや。マスキングテープあんま変わんな。めっちゃ昔はでも買ってた。確かに昔買ってた。最近買えへん。最近あんま使わへんくて。でもちいかわのやつは3個あるけど、まだずっと飾ってる。勉強机に飾ってます。ハートありがとうございます。お、無事家帰った、よかった。無事家着いてよかった、よかったよかった。安心。
そう、エムースのサイン公演と世代交代ありがとうございました。あ、これ美味しいやつ、おじいちゃんの好きなプチプチボンみたいなやつ、ボンボンみたいな名前のお菓子、なんだっけ、ボノボン、あ、ブルボン。うん、これめっちゃ美味しい、めっちゃ好きな味や。これこのプレッツェル、このしょっぱいのめっちゃ美味しい。ダイエット中やけど、仲良しのメイクさんちょいちょい出てくる、1ヶ月に1回ぐらい話に出てくる仲良しのメイクさんと、もうなんとびっくり、私と同じぐらいのタイミングからダイエット始めたらしくって、しかも目標体重までも同じなんですよ。あと減らす量、身長も同じぐらい、身長はメイクさんの方が2センチ高いんだけど、でもあと何キロっていうのは同じで、私は特に期限決めてなかったけど、メイクさんは6月らしいから、私も一緒に6月までやることにしました、一緒に。戻ったんだよね。そう、私ビスの時に、ビスじゃないわ、あ、そうだ、これまだ紹介しなかった、そう、このキャンキャンルームに出る時に何キロ痩せたんだっけ、2キロ痩せたの、2キロ痩せたんですけど、ちょっと気抜いたらビスさんに、あ、じゃあキャンキャンのキャンキャンルームに出演してから、ちょっと気抜いたら、そう、昨日はさ昼夜4公演出たはずなのに、今日の朝またちょびっとだけ戻ってました。ショック。ちょっと気抜いたら、いやでも昨日の昼夜結構動いたんだけどね。そう、まだショー、ツイッターには載せたけど、ショールームでまだ紹介できてなかった、こちらなんとキャンキャンルーム出演のお祝いのお花をヨシミンのコミュニティの方からいただきました。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。パチパチパチ、綺麗ね、キャンキャンみたいな感じの大人ピンクなんですよ、あの大人ピンクコーデだったからかな、きっと。ありがとうございます、素敵なピンクのお花、これがね映ってないけどめっちゃ大きくて素敵なの、これ名前なんだっけ、調べたけど忘れちゃった。こっち側もねめっちゃピンクたくさんで可愛いんです。ありがとうございます。こうか、こうだな、じゃん、ピンクたくさんありがとうございます。じゃん、スクショタイム、カシャ、かわいいね、大人ピンクのお花ありがとうございます。キャンキャンルームしての祝いコミュニティの方からありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。これと一緒に配信したいと思います。コーヒーです。だるまありがとうございますね、嬉しい、筋肉が増えたのかな、きっと。そういう日もあるよね、そういうこと、そういうこと。シューマイ弁当食べてへんね、あれ袋シューマイなんですけど、あ、崎陽軒なんですけど、中身は東京バナナエムヨシミン大人すぎてビビった、ありがとうございます、嬉しい。うん、夜公演ヨシミンうちは映ってた、後で見てみよう、まだ見れてない DMM、 映ってたかな、命のへその映り込み昨日はどうやったやろ、なんかつぼみたちでずっとあいねのなんかアップ時間があったみたいなの書いてくださってる方がいて、そうなん、まだ見れてないんだよね。
がまだ見れてないんだろうね。うん、何を DMM。 あ、見た見た。うん、サメ会のために減量中。いいねいいね。あ、でも握手会があるからさ、6月だから、その日までに痩せようと思ってるの。メイクさんと約束した。あとちょっと。そんな話をしながら食べるって面白いね。うん、まあ、そうだけど。え、山本彩花さんは2年11キロ。そう、出てた。そうなの？そう、毎日体重計乗ってたら11キロ痩せてたって書いてた。え、ということ自然にってこと？まあ気にしてたのもあるし、ちょっとね、ご病気とかもされてたんだったっけな。昨日は美女良かった。そうなの、ありがとうございます、嬉しい。発音になりました。そういえば結局お両方入れてよかった、嬉しい。たくさん会いに来てくれてありがとうございます。雪の宿も美味しいよね。おせんべいっていいよね。ね、表情がよく見えるのはこっちだよね。前髪短い方が。土日よしみに会いすぎて頭から離れない。素晴らしい。素晴らしい。あ、そうそう、昨日の MC で話してた世代交代の企画ね。実はアイネは逆生誕祭を復活するっていうのを言いたくて、なんか昔のはちょっと詳しくは知らないんですけど、旧機バージョンにアレンジして、あの逆生誕祭月に1回、別に平日休日関係なくてそれもいいと思ってるんですけど、そう、生誕祭復活させて、なんだっけ、あ、そう、月に1回この日が逆生誕祭の日ですみたいな日を決めて、その誕生月の方はちょっと歓迎みたいな感じで、でみんなでお祝いするっていう生誕祭みたいな感じで、今日はつぼみたち終わりで、あ、違う、渚最高終わりで、今日は何月生まれのファンの方のお誕生日ですっていうのをやりたいなっていうのを言いたかった。嬉しいよ、ね、回ってこなかったけど、今日のエシミ可愛い、いつも可愛いけど。ありがとうございます。懐かしい、昔のはどんな感じだったんだろう。あ、みんな公約にする、みんなで。そう、私は握手会で皆さんに会うまでにね、頑張ります。やばい、これめっちゃ好きな味やわ。そのプレッツェル置いといてな、置いといてな。てかそもそも選んだのないねんね。ママは枝豆チップス選んどったやん。枝豆チップス選んだけど、私が他のがいいって言って書いたのがこのプレッツェルでした。置いといてな、今日はいいけど。もう枝豆チップス。今日も可愛い一味ありがとう。握手会少し買い出した、わー嬉しい、たくさん会えるね、ありがとうございます。え、お休み NNB でよしみの話してた？嘘、そうなの？前のとは別かな。前もさ、あやぴょんさんが私の話をしてくださったみたいなんだよね。え、眉毛の写真ほんまに需要ある？私の眉毛、自分の眉毛はいいんじゃない？なんか勝手に撮られて歯茎日記とかされたら嫌だけど。してないよ。プレッツェルとビールはよく合います。そうなの、やっぱあやねはお酒のつまみが好きなのか。これは皆さんからいただいた冷凍いちごのアイスです。最後1個だったよ。うん、たくさん食べました、みんなで、ありがとうございます。うん、チーカーバナナプリンケーキ見た、めっちゃかわいい。やっぱり買いたかった、めっちゃかわいい。コユリンとのプリクラ写真ね、私まだダウンロードできてなかったから思い出した、それで。ルームストもはめてあげますね。好評だったらツイッターにも載せようかしら。
うん、そう、あげようと思ってた。そういえばハートありがとうございます。お、積み込み頑張れ頑張れ、千葉から神戸頑張れ、ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。ありがとうございます。タコありがとうございます。誕生日当日の人が見送り先頭とかあったんだ、うん、めっちゃいいですねそれ。なんか誕生日っていくつになってもお祝いしてもらうと嬉しいよね。うん、手が黄緑になってるよナイスボケですねバラありがとうございます。初劇場が逆生誕やったんや。へえ、いいね、それはめっちゃ記憶に残る初劇場ですね。嬉しいでしょ、嬉しい嬉しい。あ、肩叩きの指名もできたんだ。これカーネーションです、カーネーション。これはバラ、ミニバラかな、かわいい、めっちゃ。これは大きいバラかな、かわいい、めっちゃ。この色が好き、めっちゃ。それカーネーションです。このなんか濃いピンクが好き、うん、ハートありがとうございます。2021申し込んだよ、ありがとうございます。あ、6月の握手会で初めましてします、嬉しい、ありがとうございます。待ってます、初めまして、嬉しい。公表のコメント書くのでツイッター載せようかな。なんかあれに揺れてるよ画面。うん、でも顔はちょっとなんかすっきりしたように見えますけどね。筋肉が増えたのか。美味しい、これうん、ビスさん、ぜひ。そうね、大阪に来た時に、公園に来た時にね、そう、20日は世代交代前夜公演、21日はナンバラエティ公演、ぜひお待ちしてます。どっちもね、注目ポイントがたくさんです。ぜひ見てほしいやつですね。ハートありがとうございます。ピカピカありがとうございます。肩叩き。お、リアル握手会申し込みました。わー、嬉しい、ありがとうございます。あ、ヨシミとヨシミの皆さんにお会いしてたら嬉しかった。あ、ルームスのやつ、わあ、やっぱ嬉しいよね。劇場でもやりたい。ハートありがとうございます。だるまありがとうございます。応援してる、ありがとうございます。こんばんは。ポップコーンありがとうございます。お、横浜追加できたか、楽しみ楽しみ、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。あ、イケメンコール、そうなんや。めっちゃ着替えてるな、あそこ着替えてるな。美人度、そうかな、自分ではあんまり分かれへんかったけど、顔の違い。現地集合、現地解散の、配信を見たら、なんかちょっとここがシュッてしたかな、うん、シュッて。ポップコーンありがとうございます。ゆちはカーネーション好き、カーネーション好き。でも一番好きなお花はガーベラです。でも可愛いよね、このボタン色っていうのかな、この色なんていう色だ、この深いピンク可愛いね。でもこの明るいピンクも可愛い。これこれ可愛い。ハートありがとうございます。こんばんは、ゆしみん。
土曜日申し込んだよ、ありがとうございます。あ、ベトナムフェス、ゆうみさんが出るやつかな、うん、すごいね。どこでやるんやろ。バラありがとうございます。ピカピカ。お地蔵さんだったら大丈夫です、全然、うん、バラバラですって言ってくれたら全然。大人っぽくなった、大阪城公園、そうかな、それが JK2 ってことかな。大阪城公園、うーん、そうなんや、うん、ベトナムフェス、うん、やっほーね。全力よしみんコールたくさんしてくださってありがとうございます。めっちゃ聞こえた、ありがとうございます。あ、よしみ町、よしみ町、いいね、いいとこだったかな。どんなとこなんだろう、のどかな感じなのかな。ピカピカありがとうございます。ほんまや、もうすぐ稲刈りの時期や。違う、田植え。あ、いやいや、食べ食べ食べ。おばあちゃん家行きたい。そう、お花、生のお花って自分で買うことあんまりないからね、もらうと嬉しい。 NNB 入ってからたくさんもらうけど、なかなかでももらうこともないから、やっぱお花っていいよね。お花めっちゃ大好きだから、もらったらめっちゃ嬉しい。うん、めっちゃ嬉しい。ピアノの発表会でもらうぐらいだったからさ、前まで。こんな頻繁にもらうことあんまりなかったから。あやねがいつもありがとうって買ってくれたらいいんじゃないですかね。なんかそういうのドラマとかでよく、何気ない日にお花買って帰るみたいな。ただそんなお花屋さんって近くに難しいよね。でもいいよね、華やかになってね。バースデーカード、そうなんだよね。平日の公演がないからさ、出れる公演があったら全然出たいんだけど。ハートありがとうございます。わ、髪型気分楽しみ、自分の楽しみに、何でも楽しみ、何か楽しみにしてるね。もっと声量上げたい。あら、そんな悩み初めて聞いた。声量上げたいんだ。よちみん交流しちゃいそうで、まずよちみん、え、師範のご家族がお店、そうなんや、今年もなんや、しかも、へえ、そうなんや。声量上げたいわ、もうそれは腹筋やな。あ、でもそんな声でかい方ちゃうけど、多分。一番好きな花ガーベラ、メモメモ、そうなんです、ガーベラが好きです。その白い大きいお花なんていうお花、調べたけど忘れちゃった。今開けてみて、ど忘れでしたね。スイートピーがね、なんか前もらったいただいたお花もスイートピーがいっぱいありました。でスイートピーも可愛いよね。なんかなんだっけ、なんか名前、長い名前のこのお花知ってる方いますか。この花よく見るけど名前が忘れちゃった。これはスイートピー、うん、これスイートピー、赤いスイートピーのスイートピー。これ調べたんだけど、なんだっけ、なんか長めの名前のなんかちっちゃい文字がいっぱいある感じの、いちごカレーうどん、へえ、よしみ町、そうなんや。嬉しいね、なんかお仕事待ってます、よしみ町の方。よしみから来ましたってちょっと町の人に言っといてください。怪しいか。そう、グーグルカメラで。よちは、いけばなはね、小学校でいけばなの授業がなんか3ヶ月に1回ぐらいあったから、割と本格的ないけばなやってた。いけばなと茶道、華道と茶道があって、何ヶ月かに1回超特別授業みたいな。しかも割と本格的だった。あの剣山に刺すやつとスポンジと、なんかいろんな花の、花じゃないわ、いろんな入れ物の形でやったような気がする。小学校だからあんま覚えてないけど、
花言葉いいね。花言葉お祝い事がたくさんある。いやいや嬉しい、その度にくださって嬉しい。あそうそう、カラー、そうそう、カラーオンとかですね。そうそう、新学期バタバタすぎてやっと来れた、会いたい、あのも早く会いたい、お疲れ様です。そうだよね、ちょうど今ぐらいがほっと一息つくぐらいなのかな、新学期。あれも今ほっと一息、ようやく授業も一周回ってって感じ。耳がちらっとおあ、なんだっけ、新年度新学期ちょっと落ち着くぐらいなのかな。ハートありがとうございます。焼肉の鉄板が余ってた映ってたっていう。え、コールの声量上げるためにボイストレーニング、そうなんや。でもそれあれやね、お友達の方と一緒に対して楽しそう。めっちゃ旅に出ます、ユシミンコールのためにいってらっしゃいねえ、タイミング、平日の公演があるなら出たいんですけどないからね。赤いスイートピーしてますよ。サムネが最高すぎてなかなかルームに入ってこれない。入って、うわ嬉しい、そんな好評なんや。笑ってるやつ、だるまありがとうございます。ね、ゆるキャラよしみんの共演したいな。カラー、うん、乙女のしとやかさ、え、全然長い名前じゃなかったへえ、そうなんや、花言葉素敵やね、しとやかかな確かにそんな感じする。でもゆじみは原色より淡い感じの色が好き。そう、原色より淡い色、それこそこういうピンクとかパステル系が好きなんだけど、それこそこういう色とかでも似合うのは原色なんですよね、多分。わかんない、あんまり自分じゃわかんないけど、ママには原色の方が似合ってるって言われる。でも好きなのはパステルカラー。コインドッカー台作るたかみパテコタシエパコタ、うん、タコバディエどういうこと、崩したってことかな。美味しかったです、意外とお手軽価格、6個で300円かな確か。めっちゃ美味しい、でもほんまに美味しいです。あ、昨日の声楽しかったよ、ありがとうございます、来てくれて。最近ルームスそうめっちゃ更新してる。昨日は影アナの動画載せましたあれね、舞台監督さんがめっちゃ協力してくださって、これ置いたらいけるんちゃうとか、コンティッシュ置いたら立てれるんちゃうとか、あの立て、そう優しい、立てるやつなかったから、うん、あの裏側やしね。ありがとうございます。そうそう、だからこのガムテープ置いたらいけんのちゃうとか、もう私のヘッドホンとかいけんのちゃうとか言って試行錯誤してありました。そう、でもあのコヨタンとユーニマ行った時の動画がめっちゃいっぱいあるから、それも更新しますね、おいおい。京都のは出し切りました、もぐもぐ動画ユニマのは8本ぐらい動画ある、写真も。めっちゃ緊張してたよね。え、影穴ってほんまにたまにやからさ、何回やっても緊張するんです。でも大体間違うよね。え、そう、え、昨日でも間違えなかった、なんか皆さんってなんかそのテンション上げるんかなと思ったら、そういうパターンもあんねんやっていう。あ、毎日よちみもめでモチベ上げてる、嬉しい嬉しいいい、そういうの嬉しい。年長組だったらじゃあ3年連続卒園式ってことか、うんうん、寂しい。
稚園の年長の先生めっちゃいい人でめっちゃナイスだ。コールの声量はコールで鍛えるべしだって名言だそうです。数ってこと。あ、レインボーローズね、無限の可能性、うん、何もいただきましたね。うん、そうそうそう、これね、うん、私も生誕祭の時にいただいた、これ飾ってます。これ自分の生誕祭でいただいたやつ。無限の可能性、素敵、ありがとうございます。ここにもお花がいっぱいあるんですよ、実は。これとか、これもコミュニティの方からいただいた新人賞お祝いのお花、ありがとうございます。夢中人の衣装めっちゃ着たい。そうなの、なんかあの NNB の中では結構レアな系統の衣装だよね。めっちゃ着たい夢中人の衣装、めっちゃ好き。めっちゃ可愛い。あれピカピカ、ありがとうございます。あら、ヨシミン T シャツ LL 在庫がない。あら、そうなの、そうなんや。あらあらみたいな。え、どこかで買える。ハートありがとうございます。なんかネットはないみたいな、誰かが言った気がするけど、え、どこかで売ってる。え、吉見町のどこで売ってるんだろう。あれ、ああああ、そうそう、現地に行かないとダメなんだよね、うん、でも現地のさ、どこに売ってるんだろう。そういうのって道の駅とか。私も欲しいなと思って調べたら。ハートありがとうございます。ね、優しい。あ、大塚国際美術館は行ったことあるんですよ、実は、うんうん、あの米津玄師さんが紅白で歌った時あったじゃないですか。でもその時に全然知らなかったんですけど、ちょうど行く予定立ててたんですよ。だよね、確か、うん、びっくりしたね。そう、紅白で歌う前に大塚美術館行きたいなと思ってた時に行ったんですよ、ね、そう、面白かったね。びっくりした。すごい人がいっぱいいたけど、めっちゃ面白かった。一日じゃ足りない感じで。近い1回から地上3階でした。ご飯食べるときにもごもご動画一緒に、いいねいいね。そう、この前 M に3人で、9期3人で行った時の超絶オフ動画も載せました。そう、わがまま流れ星。危なかったね、昨日。ピカピカありがとうございます。あ、コナン行ったんや。みんな行くって言ってる。コナンあんまり詳しくないけどいいのかな、見て。でも見たい、面白いですよね、めっちゃ。確かにレジスタンスからの流れ星は確かに。ハートありがとうございます。お花が似合う、嬉しい、ありがとうございます。ハートありがとうございます。ピカピカ、20日のユニットはもしかして。おお、クエリンがヨシミンが、いやいや。私はでもまずダウンロードしなきゃ、そういえばって思ってた。ダウンロードしなきゃ。道の駅なんだ、やっぱり。ゲームのハートありがとうございます。商工会議所、喫茶店、あ、いろんなとこにあるんだ、思ったより。車垣神社の玉垣は2年だっけ、うんうん、2年で前切れたんですよ。でも去年変えました。去年継続したから来年切れるのかな。そうなんでしょう。だからそれは前のやつですね、多分。
一昨年は前の NNB48 って入ってないバージョン、うん、で去年更新して NNB48 って入りました。車崎見習って農業のお手伝い始めた。すごい、何してるんだろう、すごい。来年もでも言うてお手伝いだけどね、おばあちゃんの。ハートありがとうございます。鍵穴の声が誰の声か分かるようになりました。そうなんや。あれでもいつかちょっとやってみたいなと思ってるんですよ。誰だか分かりますかっていうやつでも難しいですよね。あ、小さいサイズはまだあったな。そうなんや。はママも着れるかな。え、小さいサイズ。いや私はあの普通サイズ、ちょい大きめで。ピカピカ。柿の葉寿司いいな、美味しそう。ハートありがとうございます、ね、みんな平和に流れ星するためにはユニットコーナー5曲全部流れ星衣装どうするの自前衣装はまあセーラー服とかのままでいいよ、いろんな人も見たいよね。それはそうね、全員千秋楽までに回せたらいいのよね。でもあれ面白いね、はけてもはけてもジェ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 ってはけても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 で一回ずつにあの寸劇やるの。そうそうそう。お、ドット衣装の生写真直筆地引き、おーいいね、素晴らしい、ありがとうございます。大事にしてね。ちょっと面白い、ありがとうございます。お、そう、何のユニットか予想してみてください。ピカピカありがとうございます。梨栽培のお手伝い、わあ、果物やったことない。あ、牡蠣はあるけど、おばあちゃん家に柿の木があって、牡蠣じゃないわ、栗だっけ、栗だ、栗はあるけど、あの果物ないな。楽しそう、果物。あ、昨日分かった、そうなんや。ゲームのハートありがとうございます。そうそう、私の玉書きの近くに SKE さんのね方の玉書きがあるんですよどうしよう。え、いや、あの演歌歌手の方がご近所にいらっしゃるじゃないですか、うん、その方の曲何歌ってるんだろうって私も思ったことがあって調べましためちゃめちゃ渋い演歌、もういわゆるザ演歌、そら演歌やから、はい、前はハテナなんとかさんだったよね、前の独楽太郎さん。違うよ、それは独楽って読むんじゃない、コマっていうんですね、コマ太郎さんですね。は前でも前の場所とほぼ変わってないんですよね。そういえばそう、 NSB って入る前と入ってからはずっと同じ場所にあるんですけど、ほとんど全体曲流れ星やばい確かに喉やられちゃう、確かに反抗期で焼けちゃうからなんかそう、確かに一回寸劇のまま、確かにあの衣装着替えタイムの MC ねユニットコーナーです、どうぞ、かける4ってことだよねピカピカありがとうございます。お前大きな栗の木の下で、わ、ありがとうございます、芸能上達祈願ありがとうございます、嬉しい、ハートありがとうございます。流れ星の掛け合いはいつもその日に決めてます、二人で。
そうそう。あ、アバター変えて見に行ってバレます。バレます。まあ皆さん、私もでも見たいけど、あの皆さん高校生の時からもうあの流れないようにお気をつけください。ハートありがとうございます。そうポニーテール褒めてくださったの、お見送り終わってはけた瞬間に嬉しい。しかも三河さんもステートポニーよくすられるじゃないですか、うんうん、ストレートの時もあれば巻きの時もあればよくされるけど嬉しい。本当に美人だよね、うん、めっちゃ本当に緊張したもん。おおおお頑張ってください。名前変えてたらバリバーす。流れてきた実績あるから。確かに。モニテール似合ってる？嬉しい。よく知らないけど詳しい。日付覚えとるやん。サイドポニー目指してたのにアンズさん散髪してもた。あの女優の、そうですよ美川さんから褒めてくれた。そうなの、ピアノとこ消したらバリバーす。気にしないでください。じゃあ2回ぐらいは気にしません。ブルンブルン振り回し、そうブルンブルン確かに59。確かに、よしみん、でも確かにこのさ配信見てる方ももしかしたらいたりするのかな。私もでもショールームシーンさんの時はメンバーさんの配信めっちゃ見てたかも、全部フォローして。私はジオンさんの配信とか見てました。通知来るたび見てたわ。そういえばジオンさんとサカさんの配信見てた。なんかちょっと緊張しちゃうな。すっぴんで納豆とか食べれなくなっちゃう。誰もありがとうございます。同じ時間に配信することもなきにしもあらずだもんね、うん、ちょっと納豆とか食べちゃダメじゃん。誰もありがとうございます。顎にインコ飼いたいな。またピカピカありがとうございます。適性って何のことかな。サイドバーにやったことある、めっちゃ好き、割と好きな髪型、割とお気に入り。はてな3つ。ラジオ体操ほんまや。しなしな納豆食べなきゃよちじゃない。ピカピカありがとうございます。ヨシミさんすごい違和感だけど、あんま実感湧かないからさ、あんま分かんないけど、あんまり本当に、ね、私も後輩って言っても部活の後輩はいたけど、部活の後輩はいたけどいるようでいないようでみたいな感じだったから。でもなんか先輩風吹かしてた。え、部活の後輩ちゃんがなんか卒業式の時に吉見先輩とかって、吉見先輩じゃないよ、綾音先輩って呼ばれてたし、綾音先輩お花持って駆け寄ってきた時に、そうわざわざ卒業式に来て、しかもお花買って卒業式来てくれたんですよね。同じトランペット吹いてた子から。確かに実期生のショールーム見て知ってる人がいたら〇〇さん言ってたなっていうことでまた盛り上がるんですね。楽しそう。確かに、あこの人めっちゃコメント書いてるやんみたいな。ヨッチーさん
ハートありがとうございます。発作で全て使うと予想してる。そういえばめっちゃ美味しい発作、おじいちゃんがまた買ってきてくれた。めっちゃ大きい、今日のお弁当にも出たんですけど、これぐらいの発作。ママの先輩？え？いい後輩や、そうだよね。ふるさと先輩。あ、もう言っとく、先にズキに行く。うん、そう。ほんまや、そのうち名前の後ろに見られないファンマークが。まあでも私も言えないですけどね、そんな先輩からしたら。最初にこう本当にお弁当をつけないとね。そうそう、そう、そう、同じトランペットだった後輩の子がわざわざ卒業式に見にっていうか会いに来てくれて、なんかめっちゃ可愛いし、すごいめっちゃなんかイラストが上手というか、そういう色紙とかめっちゃ上手な方たまにいるじゃないですか。そういうタイプでめっちゃおしゃれんてぃ&めっちゃ可愛い色紙を書いてくれたんですよね、お手紙と。嬉しい。ちょうどその引退っていうほども部活やってなかったけど本当に。でもちょうどセレクションと引退の時期がかぶってたから、ほとんど行けなかったんですよ部活に。え、文化祭出た、出た、出たか、文化祭出てや。でも2年の文化祭は出れなかったんだよね。え、そう、2年の文化祭は出れなかったんですけど、3年の文化祭は出たんですよ。文化祭で引退なんですけど、文化部だから。あの銀河鉄道吹いたよね。そう、でも文化祭以外は本当に行けなくて、セレクションとちょうど被ってて、確か。え、あんま覚えてないけど、練習してたの。あんま覚えてないけど、あんま部活行ってなかった記憶しかないんだけど、行ってなかったからパートリーダー一応やってたけど、ほぼ部活に出れないから、ほぼその子がほぼやってくれてて、頼もしい後輩でした。幽霊先輩絶対言われてたと思うわ、レアキャラだったと思う、他のパートの人からも。あ、チューバやったんや、いいね。パートリーダー懐かしい響き。そう、パートリーダー一応ね、一応やってたけど、チューニングするぐらい楽しかった。でも楽しかった、吹奏楽部めっちゃ。みかねさん吹奏楽部だったんだね。めっちゃ知らなかった。何の楽器なんだろう、ね、あ、バイトリーダーいいね、かっこいい。そう、あれやりたいんだよね、アイドルの夜明公演。本当に吹いてるのかわからないけど、あれやりたい、めっちゃ。パーカッションいいね、パーカッションいいね。パーカッションとトランペットって座る位置近いんですよね、うんうん、だからいつも友達がパーカッションやってたから、いつも話してた。あ、ドラム、確かにドラムだったのかな、みからさん。あの時ドラムだもんね、あのうん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 の、あのパロディの時ね、確か YNN の。あーあああ、なんだっけ、なんかやってたね。あ、オーボエって言ってる、オーボエ知ってる。でも私もオーボエとかクラリネット系にめっちゃ憧れてた、トランペットやってた時めっちゃいいなと思ってた。でもオーボエってめっちゃ吹くのが大変そうですよね、うん、なんかあのちっちゃいもんね。そうそうそう、なんかあの板、木の板、うんうん、リードね、リードサックスとかと同じ感じ、うんうん、クラリネットもなのかな、うん、でもあれでしょ、あのその B フラ楽器っていうのとかあるじゃない、うん、
だからその音程が変わらない楽器だよね、あの人たち。確かね、その界隈の楽器、その界隈木管の人たち、木管の人たちね。ね、お手入れが大変って言ってた、うん、そう言ってた。なんか水がつくとダメみたいな。あ、ファゴットに2枚なんだ、うんうん、へー。トランペットは音出すのにこうたちょっとあれがいるよね、コツが。3つしかないから穴がね、指が、はい、楽しかった。でも金管の人たちは指がみんな同じ感じだから、うんうん、あのあれ指が同じだからさ、マウスピースが余ってる時は変えて吹いてみるとか、と友達同士でやってた、うんうん、私も肺活量が足りなかったけど、あの指だけやるとか、友達が吹き慣れてる友達が口だけやって私が指やるみたいなやってた。トランペットかっこいいよね。私もかっこいいと思ってやったけど、難しいけどかっこいいよね。ママ、そうママもトランペットやってたんですよ昔、はい、だからトランペットしたのに、したのも。トランペットしかできない。あとピアノもあんまり弾けないし、ギターは全然弾けない。ギター壊れちゃったのね、ママがね。だから別にあれ割ったわけじゃないよ。ギターを運ぼうと思ったら、なんか持ち運ぶ時に普通にポンって倒れたら、パキンってほんとネックごと、ネックからパキンって、びっくりしたよ。鍵盤ハーモニカ取り込んだ。いいよね。でもあ、そうそう、タンバリンがあるわ私に。私には和太鼓いいね、かっこいい和太鼓。トントン和太鼓いいね、いいよね和太鼓。中学ラグビーで3年間1トライはできんかった。あ、でもトライにつながるパスはしたかもしれないからね。うんうんうん、オーボエダイヤモンド。うまい。オーボエダイヤモンド、トライアングル。パパはギターができるんですよね。ギターどうなんだったっけ、あれ、エレキギターと普通のギター。あ、ドロンボーンだったんだ。指揮者した、わーすごい、できるの。で、そう、低音系は高音系に憧れる。私もフルートとか綺麗だなとか、メロディー多くていいなとか思ってた。トランペットは金管楽器の人の中でもまだメロディー多い人だけど、うんうん、全然多い方 だ、ね、だけど、そうそうそう、チューバとかさ、ブン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 が一番大事だったりするんですけど、でもあのフルートとかずっとあのメロディーで綺麗だなとか思ってた、うん、サックスおしゃれだなとか思ってた。サックスおしゃれだなと思ってた。フルートとかサックスは木管楽器なんですよね。アコーディオン知ってた？知ってる。なんで色金色だけどね、うん、なんでなんだろうね、なんでだったんだろう。アコーディオンは言ったけど覚えられず適当に弾いてた。音大丈夫やったんかな。アコーディオンもやったことあるんですよ、小学校の運動会で。あれとか言ってた、じゃーん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 とか、アコーディオンで弾いてた。演奏会とか響きが懐かしいね。でも楽しかったな。妹がフルート、わーいいね。サックス憧れてました。あれね、もう指揮者すごー、ブンブンブン、蜂が飛ぶ。そう、練習場所なかなかないけど、それこそピアノと同じ部屋で朝一とかに練習してた。
でも河川敷とかで吹くの憧れたけど一回もやらず終わっちゃった。河川敷とかめっちゃ気持ちよさそうじゃないですか。ブンブン担当そうそうベースが大事みたいな感じ。そうそうそう、チューバが一番大事だったりするんだよね。1個目約1時間弱に1個目あ、そうなんや。フルートは本来木でできてたからなんだって、うん、へえ。あのマウスピースで吹く系が金管楽器っていう位置づけなんだって。あ、フルワスかリードで吹くかもしれないって。全然大丈夫はなかっただそう確かにピーみたいなあ、確かにサックスも金に言うけど木管。うん、あ、そうなのよ。なんかリードでできてるからじゃない。おいっ子がホルンしてた。ホルン難しいよね多分。なんかちっちゃくて難しそう口が。あと音がなんかちょっとあの離れてるよね。ピカピカありがとうございます。ハートありがとうございます。あ、リードだからかやっぱりそこなんだね。チェンジされた悲しい。チェンジ悲しい悲しい。フルーチェ美味しいね。フルーチェ美味しいね。なんか私も中学の時に、ハーブいいな、綺麗。フルートが希望やってん。はちみつ金柑のどあめ伸びるフルートは人気やった。ワニの時は。うん、フルート人気だった。フルート人気で仮入部でフルートが人気でオーディションやってたもん、うん、私もそうだったけどね。今日配信長い。もうついつい話が楽しすぎてね。多いね。私も思ったね。楽器やってた方多いですね。幕張メッセの駐車場でドランペとかトランペット練習してる。そうなんや。あ、見たことあります。山本彩香さんの卒コンでトランペット吹いてましたよね。何の曲だったっけ。 YouTube に公式で上がってるやつ見たことあるんですよ。あ、ほんまや、ママリコーダーもできるやん。ほんまやん。握手会参加予定ですありがとうございます。嬉しい。ギター難しかった。ありがとうございます。ちょっとやろうと思ったけどギターは無理だった。ほらがいかい。トランペット希望だったのに体が大きいという理由でチューバーになりました。同じですねほぼ。悲しい。理由的にはあの肺活量が大きいからトランペットにしてくださいって言われて。フルーチェ大人になってから大人食い。いいね。フルーチェは、ね、食べたことあるかな、うん、あるかない、ない、うん、だよね。あんま食べたことない感じがする。ヨシミンバンドできるね。本当にヨシミン吹奏楽部できちゃう。ルーム登録するか迷ってます。ぜひ待ってます。ぜひちょっとのんびり、さらにのんびりヨシミンが見れちゃいます。あとお誕生日と、あ、レイさんが舞台でやってるのはクラリネットだったかな確か、うん、すごいね。でも、うん、練習されて。初見演奏トランペットはもうさすがに吹けないと思うけどピアノならできるかな。トランペットはもうだって2年中3の部活だから。言うてそう、そういえば中1、1年間はコロナの期間で吹奏楽部できなかったんですよ。だから本当に1年半ぐらいしかやってない。でも吹き方は覚えてたら音は出ると思う。
え、でもマウスピースできるかな。全然大丈夫、意外と動いてると思うよ。そうなんや、拭きたいな、機会があれば。え、フルーチが原因でめっちゃ太ったことあり。そうなの？そう、あのフルーチをあえて食べさせてなかったと思う。みゆきさんの得意料理そうなんや。いいね、夫婦ともにガキのレッスン素敵。めっちゃちくわぶえ、ほんまや、うん、あれが今一番習得すべき楽器え、バンドに本、なんだろう、うん、うん、あのトロンボーンとかそういうことだと。あ、そういうこと、うん、入ることあるの？上についてるやつ、うん、あるよね、あのバンドに、ジャズバンドとか。そうなんだ、うん、かっこいいね。あ、ピアノとトロンボーンとか見たことある。トランペットもだし、あの右にしてるリングはトランペットめっちゃかっこいいやん、最初からですよね、確かね。あー、ぽい音してるけど、タタタンタタタンタタタンっていうとこ。あ、そうそう、スカパラとかね。あ、スカパラの曲やったことあるよ。テテ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 、いや、ほんまやあれトランペットかっこいい曲、うんうん。え、大会出たことないです、全然。あのめっちゃ緩い部活だから。そう、めっちゃ緩い部活、全然本当に緩い部活でした、マジで。でも楽しかったよ、めっちゃみんなで緩くやるのが私的には全然緩くていい派だったから。全然今どうなってるか知らないけど、のんびり楽しかった。でもコンクールとかは無縁だった感じだよね。無縁無縁。え、ボール食べ？フルーチェ、そうなの？あ、実は密かに続けてる。全然密かじゃなくて計画報告待ってます、ちくわストック。ね、トゥインクルみたいに楽器ユニットあったらいいのにね。おじさまがガクガクいるジャズバー、うん、おしゃれだね。タコありがとうございます。ピアノはコンクール出てました、小学校。コンクールしか出てなかった、ね、そう、逆にピアノはもうコンクールのためにずっとやってた。めっちゃ夏休みすべてをかけてるぐらい。長くなるよね、長くなる、また長くなる、その話は。一音も大事にする。でも話したことあるよね、うんうん、そう、いつだっけな、小5ぐらい、小5小6ぐらいが一番コンクール出てたかな。一番最初に出たのは幼稚園。コンクールがいつも夏休みにあるんですよ、うんうんうん、だから、ね、夏休みのすべて課題曲が出る頃です、ね、そうそう、春に課題曲が出て、うん、でそっから練習して予選本選みたいなのが、うん、夏休みにあって、うん、そう、夏休みのすべて使うぐらい。そう、なんか一小節に何時間もかけるみたいなね。覚えてるかな。ハートエレキで聴きたいね。ジュイーンから始まるからね、かっこいい。ハートエレキはめっちゃ好きです。ブン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 って。ビッグボーイのバイキングでフルーチ食べ放題とか言ってたんだ、ビッグボーイ。へー、いいね、行きたくなってきた、やばい。セーラームーンの舞台、それ私がめっちゃ見たいと思ってるやつ、乃木坂さんのセーラームーンの舞台めっちゃ見たいと思ってた、それ。いいね、ね、アイドルの夜明けやりたいな。
分ピアノのコンクールが一番人生で緊張してる出来事だったと思うけど、それを上回るぐらいの緊張だった。見てた方は、渚さんのコンサートはもうどうしようかと思って、この大事なこんな大舞台でもし失敗したらどうすんねやろうっていうぐらい同じ気持ちだったと思う。でも皆さんもなんか歌とかね、そういうのってみんなでやる機会が多いからごまかし聞くんだけど、ピアノのコンクールの緊張感すごいよね。ね、一人だし、うん、何番とかって言ってね、そう、何番みたいな、テケテケテケみたいな、審査員の人が目の前で見ててね、5人ぐらい同じ気持ちあ、歌声入ってこなかった確かに緊張した。どっちが緊張したかな。コンクール久しく出てないからどれぐらい緊張してたかあんまり覚えてないけど、でもピアノは割と慣れというかあんまり緊張しなかった思い、ね、先生がその緊張しないように今思ったら何千回って弾かせてた。もう何百回じゃない、何千回っていう。あんま覚えてないや。当日失敗しないようにもう目つぶってもできるようにしてた。だけど間違うんだよね。あの普通は分かんない間違いなんだけど、分かんないところで間違った1音足りないとかでもそれを競ってるからな、コンクールは。でそれもなんか乗せれたらいいんだよね。あれがなんかあのポニーテールブンブンしてるとかとかハートありがとうございます。歌唱力ね、歌唱力緊張しそうだな。よし、みなし頑張ってね。ありがとうございます。ハートありがとうございます。ピカピカありがとうございます。ピカピカありがとうございますそうそう、厳しかった。あの愛のあるね、愛のあるね、そうそうそう、でもそれ大事。怖いって言いながらも先生の真似よくしてたけどね そう、もうずっと夏休みはコンクール漬けでしたね、うん、全てコンクール。なんか入ってきた時の顔がもうなんかしょんぼりしてたら出直しなさい覚えてるかな、なんとなく。覚えてないんだ、まだピアノ弾いてないです先生。いや、もうなんかあやねちゃん今日はちょっとやる気の顔じゃないからちょっともう帰ってくれたみたいな先生1時間もでも同じような人が同じぐらいの年代の同じぐらいのような人が何人もいたんですよね、うんうん、同じような状況、みんなコンクール、同じコンクールに向けて。めっちゃいい先生だと思う。でもね、一日中、うん、朝から晩まで365日、ね、364日、1月1日、363日ぐらい。いや先生はずっと開けてるやん、1月1日から。どんなんやったっけ。モデル先生よく覚えてる。そうそう、ロマンス堂、吉見ロマンス堂は知らぬ間にその先生の半分までみたいなちょっと近しいものがあったらしい、ママ曰く、うん、ちょっと弾いてみてくれるみたいなそういう感じかなね、すごいね。そう、音符ありがとうございます。
そうそう。過ぎたら死ぬ言われてないさすがに。そうそう、ピアノは毎日弾かなかったら戻るみたいな。そう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 、ドラマね。あ、そうなんだ、うん、でも普通に言われてた気がするけど。そんなこと言わないよ先生。え、一日休むと言うことで。そうそうそう、それはね過ぎたら死ぬような言わないよ。そう、シンデレラじゃないし。そうなんです、スポーツと一緒ですね。スポーツなんで。帰宅しました。お疲れ様でした。お疲れ様です。月曜日。そろそろ終わりたいと思います。ね、のだめ見てた一瞬。あの、あれ違うわ。それそうだっけ？なんか BS か CS かで。うんうん、元旦ぐらいに放送されてて見た。めっちゃハートありがとうございます。そろそろ終わりたいと思います。楽しすぎて気づいたら1時間15分喋ってましたありがとうございました。今日はとっても楽しい一日でした。明日も頑張ろう。明日はお決まり火曜日7限。頑張ります。まだまだ授業に体があれですが頑張りたいと思います。土日の昼夜、土日の公演を楽しみに頑張りたいと思います。ということで皆さんも明日も頑張りましょう。明日は、あ、明日朝だだよね。寝た、うんうん、明日朝配信します。朝配信明日6時半から配信しますので遊びに来てください。よかったらバイバイキーン。一も頑張ってね。ありがとうございます。20日と21日の公演ぜひ遊びに来てくださると嬉しいです。13位みものさんありがとうございます。パチ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 。12位まゆさんありがとうございます。パチパチパチ。11位へいはちさんありがとうございます。10位よしさんありがとうございます。9位森竹さんありがとうございます。8位みょんさんありがとうございます。7位あさがさんありがとうございます。6位まさたかみーさんありがとうございます。5位トマトさんありがとうございます。4位 F さんありがとうございます。パチ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 。そして3位はドゥルルルルルルルドゥン、ヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございます。そして2位はドゥルルルルルルルドゥン、ムーチョさんでした。ありがとうございます。パチ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 。ありがとうございます。そしてこの配信の1位はドゥルル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 ルン、ウーカメインの箱石さんでした。ありがとうございました。パチ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 。ありがとうございました。皆さんも来てくださってありがとうございました。明日は6時半から配信します。お、よかったら遊びに来てください。今日も一日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。では次の配信も来てくれるかな。またねー。そういえば制服。またねー。